はズッキーニを使いたいと思います。ズッキーニ、私今まであまり馴染みがなかったんですけれど、はい、信州に来てからよく食べるようになりました、やっぱり、うん、はい、そうなんですよ、ズッキーニなんですが、はい、長野県は全国に先駆けて栽培を始めたんですよね。だから皆さん意外と、ね、馴染みがあって、はい、もう普通の、ね、お野菜と同じようになっていますよ ね、はいはい、それからズッキーニの楽しいところはやっぱり緑とか黄色とか、うん、形もいろんなものがあって、うん、まあ、それも、ね、オブジェとしてもいいですしとても楽しいお野菜だと思いますよね。カラフルで、ね、可愛らしさもありますよ ね。あと栄養も満点なんですね、うん、はい、まさにこう今の時期に食べたい夏野菜ですね、はい、そうですね、うん、はい、そう、他にズッキーニの特徴はありますか？そうですね、と言いますか、うん、ここでですね、はい、川南さんにクイズを出したいんですよね。お、クイズですか？クイズなんです、はいはい、ズッキーニなんですけれども、一体何のお野菜の仲間でしょうかということなんですね、うん、はい、1番はナス、2番キュウリ、3番カボチャなんですが、いかがでしょう？やっぱり見た目がキュウリに似てるので、うん、キュウリの仲間じゃないですかね。はい、残念。あ、違うんですか？正解はカボチャでした。カボチャ、カボチャなんですよ。カボチャもズッキーニも、はい、ウリ科のカボチャ族という同じ仲間でして、はい、あとお花を見ますとですね、綺麗なお花が咲くところもあと同じなんですよね。お花の形とかも似ているということなんですか？似てるんですよね、はい、そうなんですね、じゃあ今後もし見る機会があれば、はい、お花にも、ね、注目して見てみたいなと思います。そうですよね、はい、勉強になりました、はい、ではですね、今日はそんなズッキーニを使った夕飯の一品、こちらです。ズッキーニのツナマヨチーズ焼きですね。もうチーズがたっぷりの、なんていうか美味しい一品なんですよ。見た目もとてもおしゃれで、はい、おもてなし料理とかにも良さそうですね。そうなんですよね、うん、あとちょこっとつまめるので、はい、もう本当におつまみからでおやつからいいですよね、はい、では作り方を教えてください、はい、まずズッキーニなんですが、縦を半分に切っていきますね。はい、そうしましたらここでスプーンを使いまして種を、はい、覗いていきます、はい、でこれ船型になりますよね、はい、覗いていくと、うん、でしっかりした船型にしたいので種をですねしっかり取っていただきましょう。しっかりくり抜くことで器になるんですもんね。そうですね、ここに後から具材を乗せていくんですよね。はい、そうなんです、うん、そうしましたらですね、普通この、ね、中は捨てちゃうところなんですが、実は器に入れておきますよ、はい、ということは後でまた使うということですか？そういうことなんですね、はい、楽しみです。それから、この札型にしたズッキーニなんですが、今回一口大ということで4等分にしてあります、まあ、もっと大きいズッキーニもたくさんありますので、うん、そういう場合は6等分とか8等分とかねしていただくといいですよね、はいはい、そしたらこう中に入れる具材なんですが、うん、くり抜いたズッキーニの種、うん、それからツナ缶とか玉ねぎのみじん切り、そして味付けはマヨネーズと塩コショウということで、ここで混ぜ合わせます。ここで先ほどの種が登場するわけですね。そうなんです、種が種になるんですねお上手そうしましたらそれの具材をですね、のズッキーニの中に入れていきます、はい、うん、もうたっぷりとね入れていただいても大丈夫ですよ、はい、でこのズッキーニはですね、種を取り除いてあってこう、結局薄くなっているので、はい、火が通りやすくなっているんですよね。だから具材をたっぷり乗せても大丈夫なんですよね。そしてそこでここポイントなんですが、カレー粉を振りかけるんですね。カレー粉、味付けにカレー粉を使うということですね。すごくいいポイントになりますので、多い少ないはご自分で判断していただいて、うん、カレー粉を使ってください、はい、それからその上に乗せるのがスライスチーズです、うん、これ4等分に切りますとちょうどねこのような、うん、ぴったりサイズですね。ぴったりサイズになるんですよね、うん、そして、パセリ、これを乗せましてオーブントースターで焼いていきます。どのくらい焼きますか？そうですね、これチーズが溶けて焦げ色がつく程度でいいと思うんですよね。火も通りやすくなっていますので、はい、チーズを見て判断していただければいいと思いますね、はい、いやー美味しそうですね、はい、これで完成なんですよね、ズッキーニのツナマヨチーズ焼きなんですよね。作り方も簡単というのも嬉しいポイントですし、まさに本当に見た目がおしゃれで、そうですよね、パクパク食べたくなりますね。あと
あの材料が多分お家にある食材ばかりだと思うんですよね、はい、なんでズッキーニが手に入ったらあ作ってみようということで作っていただけばいいと思いますよね、うん、そうですね、こう気軽に挑戦できるっていうのもいいですね、はい、そうですね、はい、では浜さん改めて今日のポイントを教えてください、はい、そうですね、あのやはりですね味のポイント、このお料理のこうなんか締める役割としてカレー粉がアクセントになっていますので、まあ、少ない多いはあの個人 の, あの判断としてぜひ使っていただきたいですね。もうカレーのスパイス感もこの暑い夏にそうなんですよ、ぴったりですよね、ぴったりですよね、うん、はいはい、皆さんもぜひあの参考になさってください、はい、今日ご紹介したレシピはご覧のところにアップ予定です、はい、ここまでふるさとキッチンでした。